今日は7月の20日です。アジサイを描きます。まずアジサイの大体の輪郭をまず取ってみましょう。こちらではアジサイの葉っぱを描いてみます。アジサイのデッサンができました。彩色に入ります。絵の具はいつものように顔彩という絵の具を使いましょう。薄いピンクですのでそれをまず塗ってみます、見ましょう。これでアジサイの絵が仕上がりました。